ちは。こんにちは。こんにちは。さあ、今日も引き続き琉球風水師のシューマさんに来ていただいてますが、はい、お願いします。お願いします。もうスーパーの順位表も、うん、ね、順位予想もやっていただいたし、他なんか見てもう何でも順位つけてもらう数字か数字、いやもう何でもこういいから何でも、うん、え、ちなみに豊さんも今年の運気ってどうですか。はい、ものすごく高いんですよ。高いっていうのは、はい、例えばこう金銭的に高いとか、はい、人脈的に高いとか、はい、いろいろあるじゃないですか。はい、その質問でいくと人脈的なところがものすごく高いです。なるほど。で、もっと言うと人気を得るっていう運気に入ってるんです。なるほど。だからものすごく高いです。じゃあまさに YouTube なんかもう大人気になるんじゃないですか。可能性はすごく秘めてます。本当ですか。ポイントがあるんですけど。え、ポイントって何ですか。女性ファンを増やしていくっていう。いや、いや、女性ちょっとハードル高くないか。女性ファン、女性ファンをハードル高くない。例えばちょっとウィッグ被ってみるとか。ああ、いいかも。そう。ちょっと整形してみるとか。いや、整形はいいけどさ、あのウィッグがいいかもなんだよね。うん、そうですよね。ちょっと。ウィッグやって女性の人気得るってなんかおかしいな。いや、まあでも端正なんで。はい。一応こうなってるけど卵みたいになってるけど一つ一つのパーツすごいんですよ。何がすごいってどういうことなの。イケメンのことでかい。いや、彫りが深くてイケメンでパーツがいいんですよ。え、そういうことじゃない。なんか女性受けを良くするといいっていうことですか。なるほど。でもスーパーカットリオっていうぐらい足が速かったとか、はい、もう学生時代、学生の女子って大体そうじゃない。スポーツができるか足が速い。いや、全くできないですよ。歩幅もちょっと狭くなってきてるから、だんだん。で、平らなところでつまずいたりとか。そんな、そこまでない。そこまでない。まだない。それを可愛いっていう女性が増える可能性があるじゃないですか。だからそういう、なんていうんですか。じゃあ、こけとけばいいんですか。むやみや、誰こけとけばいいんですか。歩幅あの、ずっとこけてたら今度、じゃないじゃないですか。なんかかっこよさみたいなとか、かわいらしさみたいなのが消えてしまうじゃないですか。はい、そろそろ危ないのかなと思われたらアウトじゃないですか。そうですね。はい、あ、確かに。だからさりげなく、なんかその女性のっていうか、女性をかわいいって思われるみたいようなことを、例えばどういうことね。でも先ほど言ったら、今日ウィッグつけてみましたみたいなとか、うん、そんなんでいいですか。それをずっとではなくて、いや、そこはもう完全に、なんていうんですかね、完全にやろうなので、ね、そうです。女性から見た今の流行りで、うん、はい、例えばどういうのが可愛い、どういうのが受けてるっていうのを言って、それをやってみましたっていうのを、はい、たまにちょっと今日こんなウィッグ被ってみましたみたいなのもいいってことですよね。それが可愛らしく見えて、可愛いなって思わせたら一番ポイントですよね。それが男性陣じゃなくて女性陣から、はい、だいたいチャンネル登録してる人って 97% ぐらい男なんですよ。そうですよね。あの、完全に野球の深い話の言葉なの で、うん、ですね、なので、うん、伸びしろあるじゃないですか。女性をどう見方にしていくかっていうのは。じゃあ今年そうですね、そこを女性をどうやって取り込むかですね。俺の肩はそうかな。お前のコメントで結構あるわさ、ご両親の父にしか目がいかないとかさ、お前どこ見てんだよみたいな。ヨタカさん、こう頭出していくと肩出すとか、頭しか目がいかないやるわ。ダメですか。可愛いなと思う女性もね、出てくるかもしれないですから。ただまあそういうところで、はい、まあ、チャンネルがね、これ、あの、一緒にやってる、まあ、里崎片岡、はい、まあ、高木豊って、はい、まあ、3チャンネルあるわけですけど、はい、どこが一番伸びてきましたね、今年1年、運気がいいというのは。はい、これどうしますか、順位しますか。順位は 3つしかないんで、はい、2位からいく。2位から、はい、じゃあ2位いきます。中途半端な2位、はい、いや、中途半端というか、安定の2位だから。安定の2位、いや、そろそろでしょ。3位しかいないから、安定でしょ、真ん中は。じゃあ2位は、はい、安定の2位、安定の2位は里崎さんですね。安定してるわな。伸び率安定、そうですね。いや、もう佐藤は一番安定してると思う。何をね、やってもやっぱり安定した数字をっていう。叩き出してきてるよね。はあ、はあ、いや、怖いな。もうだって豊さん1か3しかないんですよね。でもさ、ここまでさ、俺の運勢がいいとかさ、今年は、うん、ね、32番、うん、32という数字、うん、ね、そんなこと言われて最下位はないと思うけどな、俺は。まあそうですよね。だから片岡さんが最下位なのか、間違いないと思う。
間違いない。頑張れあっちゃんって。じゃあ応援番組作らない。そうですよね。そうそうそう、これによってはちょっと涙目なんですけど。いやいや、そんなことない。じゃあ伸び率どっちからいく。1位もういきましょう。1位で、はい、いやそりゃそうだよな。そうです、はい、1位は、1位は高木豊さん。おー、あー、これはどういうところからですか。先ほど言ったみたいに人気を得るとか人が多く集まるっていう人格の運気に入っているので、多くの人に見てもらって伸ばしていくっていうところの運気にちょうど当てはまっているので、高木さんが1位ですね。ちなみに片岡が最下位というのは、迷うんですよ。あ、これここまで今の自分のスタイルそのままでいいのかな、変えていかなきゃいけないのかなっていうふうに、であとは関わる人たちによってちょっと動かされてしまう。なるほど。っていうところがあるので、はい、運気自体はちょっと迷いに入っていく方向性がなかなかどこに行けばいいかっていうゴール地点が見えないっていうのが運気にちょっと入っているので、なのでこの3人で行くと運気がちょっと低いので最後になります。ニヤニヤ、いや、ついてこいやみたいな。ね、そうですね。あの、だからまあ公演とかイベントとか、はい、ああいう人が集まるところにより多く顔を出すっていうことは大切なことでしょ。すごくいいことですね。ですよね、はい、だけど飛んでんだよね、コロナのおかげで。まあそうですね、影響で、影響で。つまり全て今そうなっちゃってますよね。いや、そうですね、はい、それはどういうことなんですか。運気が下がったってことですか。いや、それで言ったらもう世の中全体の運気自体が、はい、あの下がってるので、その中でもいい方向になってくるので、なのでこういう発信できるチャンネルがある、そこでいかに女性を味方につけるかっていうのがポイントになってきます。味方ね、味方につけないとやっぱり女性にね、かわいい、断捨離してるんだよね。何をですか。めんどくさい、ね、何やもんな。いやいやいや、営業資格、営業しかメールしてこないんじゃない、断捨離してる。でもほとんど営業メールしかないですよね、そのお姉ちゃんで。その子たちに見てっていう発信してもいいんじゃないですか。あ、チャンネルを、はい、逆にね、逆に。そうすると、そういう若い子たちがどういうものを求めてるとか、その子たちに可愛いと思われるのは何なのかっていうのが探れるかもしれないですよ、ね、そういう情報リサーチもできますし、でその子たちも見てくれる。断捨離しちゃったもん。これから開拓ですよ。そうです、えー、方向的にはどこの方向の、あの飲み屋さんがいいですか。どこの方向の飲み屋さん、まあまあ、例えば六本木、銀座とか、はい、赤坂とかいろいろあるじゃないですか、はい、渋谷とか、はい、行き慣れてるところよりかはちょっと違う、開拓の方がいいです。運気がそうなので新しいところに行く。行き慣れてるのどこでした。いや、ほとんど行き慣れてるから。もうない。いやいや、あるよ。スナック渋谷とかあんまり行かないな。若いです。渋谷とか行ってみようかな。なんで。いいと思います。でもさ、そんなにはもう飲みに行かないよ、本当に。でも今年は出ないと。そうなんだよ。そうですね。でも今渋谷って結構いいですね。いいですか。いいですね。若い子たちが集まってるところってのはいいですよ。あ、豊さん、はい、渋谷、原宿、かわいいおじさん待って帰ってくる。竹下通り歩いて。キャリーパムパムみたいな服装で。キャリーパムパム、はい、言えてない、言えてない、言えてないです。だから本当若いところに行くのはいいですね。若いところ、若い町とか、若い女性が集まるような場所、行くわけです。女性が集まる場所って例えばどういうの。若い子だと表参道とか、やっぱ渋谷とか原宿とか、おい、すごい多いですよ。インスタ映えとか、女の子が、あ、今一番いいヒントですね。インスタ映えするような店が集まってる街とかはいいですか。僕ね、インスタやってるんですけど、はい、あのハートのところで昨年ですけど、はい、こうやって撮ったんですよ、はい、それがね、結構いったんですよ。何ですか。いいねが、お、え、こんな親父がこんなハートのところに入って撮ったら、それがいいねが多かったっていう。そうじゃないですか、可愛いになったんです。なんでしょうね。だから全部それですよ、可愛いインスタ映え。だからなんかかき割りの中にこう突っ込んでみるとか。かき割りって何、はい、かき割りでしたっけ。なんていうんですか、あのこの顔顔入れるとかあるじゃん、パネルに。あれかき割りって、かき割りっていうのかな、わかんないですけど。入れてみるとか、あとパンケーキとかタピオカ。ああ、でもパフェが好きなんですよ、僕。あ、パフェじゃないですか。いや、だからそれを、それそ、ね、あ、かわいい、パフェ、今日のパフェですみたいな感じでやるのもいいかなと思います。なるほど。おすすめ、おすすめパフェですみたいなのもいいのかなと思います。それですね。ただですね、
今年の運気的に言うとプリンが流行るかなって僕の中では思ってます。プリン、プリン、プリン、パフェ、どんな方向に向かってるの、なんか可愛らしいプリンパフェを見つけましたとか、なんかプリンをこうってこのインスタとかでやっていくと、その子たちがなんかプリン紹介してくれるよみたいなので広がっていく可能性があるんです。なるほどね。なるで、ハッシュタグプリンとかプリンおじさんとかつけたりとか。そうです、いいじゃないですか。まあ例えば、はい、まあ、番組とかね、はい、まあ3チャンネルともこうコンビでやってるんですよ、はい、そのコンビっていうのが正しいのかどうかっていうことですね、はい、そうですよね。だからこれ森口とこうやってるけど、うん、これが本当にいいのかどうかって。そうですね、こんなおばさんと一緒にやってるこんな、こんなね、つるつるの人と一緒にやってますけど果たしてね、果たして大丈夫なのね、お互いに。だからみんなちょっと一回シャッフル、まあ、どういう風な組み合わせが合うかっていうのが、はい、ちょっと知りたいですよね、はい、あの先ほどそのデータをいただいて相性を見ました。はい、はいはい、じゃあまずお二人からいくと、はい、もうすごい相性いいです。ちょっと握手、いやいや今お前コロナで握手しないんでもうこんな近距離なんだから遅いし、まあいいですか、はい、しかもこのストレートの言い合いがまたいいじゃないですか。ああ、なんかどっちもイラッとしてないっていう感じで、はい、大丈夫ですか、イラッとしてないですか。誰が、ゆうたかさん大丈夫ですか。時々お前のインスタにはイラッとしてない。いい、違う、この YouTube の情報、 YouTube はイラッとしてない。よかったよかったよかった今特徴です、あのセカンドというポジションの素直に一回言わないです、はい、なんか一回壁を作ってから答えるっていうのがもともとの。だからね、気質です。よく言われるんですよ、一言多い気質、セカンド気質なんですね。ちょっとあります、一回本音を言わないで後から言うとか、だから後から言ってもいいんですよ、うん、言わないまま終わる方とかもいるんで。セカンドは、セカンドの人が多いです。セカンドショートが多いです。あ、よかった。でも相性は悪くないんですね。いいですね、はい、で片岡さん、はい、は片岡さんとは鎌田さん、はい、との相性が一番ベストですね。片岡さんはいただいたデータの中でいくとこの子以外は合わないです基本。へえ、あいつ難しいからな意外に。片岡さんですか。片岡さんの性格って見る限りどういう感じなんですか。まず本音は出さないです基本的には、はい、で物欲はなさそうであるっていうので、はい、それも見せないんですよ。だからあんまり表に自分のこう考えてることっていうのを見せないので、はい、そこがちょっと他の女性陣とか周りの人たちが困るのかな、あ、どう、何考えてんだろうっていうようなところをちょっと出してしまうので、はい、そこをもう少し素直にこう出していけばいいんですけど、まあ、これもあの野球陣の特徴なんですよ。わかるような気がするな。あいつさ、裏に入った時の話の方がさ100倍面白いのにさ、なんかカメラの前だと出さないんだよね。はい、あの作ります。作るよね。もうそこはもうしょうがないです、はい、確かに回ってない時もすごい面白い。めちゃくちゃ面白いだよ。めちゃくちゃ面白いです、はい、多分その時に全部本音でストレートで物事言うんですよ、基本は。でも誰かに見られてるとかこういうカメラの前に立った瞬間も変わります。それ持ってるんで。で、PL PL はあんま関係ない関係ないですか。もう PL 言ったら全体こすってるのと一緒だから違う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 、お前なんか刺されるよ、PL ファンに。そんなんですか、PL ファンって。 PL は怖いよお前。そうなんですか。怖いですよ、PL 学園は。そうなんです、半端じゃないよお前でもその片岡さんはやっぱ袴田さんとの方が相性は一番いいですね。でじゃあ伸びていくってことですか。このコンビだったらそうですね、袴田さんの運気がちょうど変動に入って、はい、でお互い対局にいる運気なんです今年が、はい、でなのでちょうどぶつかり合いで反発して上がる可能性はあります。なるほど。ただその反発がうまくいかなかった場合、予想通りの差異の状態の可能性があります。なるほど、はい、で里崎はどうですか。はあのどちらも合うんですよね。でもその中で言うと桐島さんが合う、はい、の方が合いますね。里崎さんが手動で動くのであれば桐島さんで、はい、宮内さん手動で行くのであればそっちの方があります。手動はやっぱ主導権はやっぱこう佐藤だから、だったらもう桐島さんですね。でもどっちも相性いいんですよね。
まあ器用だもんね、里崎自体がね。そうですね、どっちも合わせていくというで、結構無理なところをこじ開けていくっていうのが特徴としてあるので、佐藤さんね、佐藤さん無理めのところをこじ開けて、ただそのこじ開けたまんまにしておくっていうのはちょっと弱点なんですけど、閉めずにそのまま言いっぱなしっていうところがあるので、そこをフォローしてくれるのが桐島さん、はい、あのちゃんと考えてこう立てながらっていうのがあるので。なるほど、里崎さんの運気はいいんですか？いいですよ。あ、はい、加藤君です、運気じゃない、普通なんですよ、普通よりやや低いっていうところなんですよ。夏だと分かるんですよ。一番難しいところなんですよ。一番難しい、はい、まあ、なんとなく分かるような気がする。おいやいや、あの裏側もいろいろ知ってるとね、でも森宇宙の名前が一個も出てこなかった、ね、じゃあ私、だからほら、あの里崎さんでも豊さんでもいいです。そうですよ、どちらも相性そうか、いいです。そうですよ、残念な結果に。なんでよ、なんで残念な、だセカンド気質なんですよね、こういうところ。そう、本音が出ない。本音が出ない。よかったね、ありがとうね、はい。